さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんどうもこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、ツインモーションのですね、こういうこのベゲテーションペイントっていうものがあったり、まあペイントの他にはね、ベゲテーションスキャッターっていうものがあると思うんですけども、まあこれ何かと言いますと、こういう草とか木とか、まあこういう自然の植物、植物とかこの石とかですねっていうのをランダムに配置したり、してくれる、そういう、まあ、便利なツールなんですけども、こちらを使った時にですね、例えばこういう芝をこのマテリアルに入れたい、まあこっちじゃなくて中にしよう、この机の上に芝生を敷きたいっていう時にですね、マテリアルをクリックするとこんな感じで密度をどん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 クリックするたびに増やしていってくれるというものなんですけども、これよく見たらわかる通り、こんな感じでね、はみ出たりすることがよくあるんじゃないですかね。これ僕もよくあるので、皆さんわかっていただけると思うんですけども、これ押してもこんな感じですんごいね、はみ出るんですよ。これはみ出たらまあ不自然じゃないですか。で、今までは僕とかだとメーター、2とかにしてこうやって消したりしてたんですけども、こうやって消していくとですね、今分かる通り部分的に消したいのに、こういう感じで結構大きくね、消さないといけないみたいな感じのことがよくあったりしたんですけども、今回はこれの解決方法をね、皆さんに、共有できたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、早速なんですけども、解決していきたいと思います。その解決方法は、ズバリ、そもそもの、ここから選んじゃうとですね、これを1個選択して置いてみるとわかるんですけども、この選択するところの周囲に芝がバーッと引かれてますよね。だから、結果的に言うと、だからはみ出ちゃうんですね。まあ、当たり前の話なんですけども、で、じゃあどうやったらいいねって言いますと、今までだったらこのグラス&フラワーズのところから選択してたところを、このディテールグラスイズっていう風なのを押してください。すると、ちょっと種類こそ少なくなるものの、この例えばですね、ラウン01っていう、この芝生先ほど選んでたやつだでしたら、こんな感じで、まあ一束みたいな、一束ぐらいのものに分かれております、こちら。なので、これをこっち側に入れて、クリックすると、見てください。ほとんどはみ出ずに済むわけです。わかりますかね。あとは連続でクリックしていくだけという形になります。で、先ほど見たく、ちょっとここは邪魔やなとかいう際には、こんな感じで消せば部分的に消せますので、もうちょっと実力してこうしたら、本当に一束ずつ、先ほどとは打って変わってですね、細かな修正が効きますよと。で、これで、これを使うことで、無駄にこういうはみ出るところを少なく抑えることができますので、ストレスなくできるのではないかなと思います。はい、ということでね、今回はすごい、まあ、これさえ知っとけばみたいな感じなんで短い動画になっちゃうんですけども、これさえ知っとけばですね、はみ出る範囲をすごい短くですね、解決することができますので、ぜひ皆さんもこちらね、ちょっとしたことなんですけども、こういうところを覚えていっていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。